野菜見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はキッチンからお送りしてますが、まあ今日はですね、まあ男料理をちょっとね挑戦してみたいなと思いますよ。それでまあ何をするかというと、まあ僕は、まあ皆さんもそうだと思いますが、お肉好きですよね。ステーキとかね、うん、贅沢に食べてみたいなと思うけど、そんなステーキ食べれるような身分じゃないです。はい、100万年早いわって世間から言われます。それでですね、まあ牛のステーキはなかなかね、やってもまあオーストラリア産とかそういうね、日本のね和牛でステーキっていうのはなかなかちょっとね、手が届かないんで、これをしました。じゃじゃん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 じゃーん。豚肩ロースでございます。これね、2枚で615円なんですよ。ね、これで今日はですね、トンテキを作りたいなと思っております。トンテキっていう響きがね、まあ俺ら子供の頃、うん、テキ食いに行くか、みたいなね、その、うん、トンテキっていうのがね、なんかこう豪華に思いましたが、今日はそれを簡単でございます。皆さんもね、真似てください。それでですね、用意するもんは、まあ、横に添える、じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、キャベツでございます。今日これキャベツが98円ですよ。安かった。このまあ、キャベツの千切りにして、そんでね、今回ね、まあ、ベースは、やっぱり、これですよ。じゃんじゃんじゃん、ニンニク。ニンニクを、今回は、スライスにします。そして、まあ、それは後ほど言います。そして、ウスターソースを用意してください。そして、ブラックペッパーを用意してください。そして、お醤油を用意してください。そして、バターを用意してください。そして、フライパンを用意してください。これね、取っ手がついてるやつね。これ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 。これがね、ちょっとね、いいんですよ。で、あとこう持てるようになって。そんでね、こうね、蓋を買ってきたんですよ。これね、100均でね、500円なんですよ。これね、ぴったりなんですよ、これ。じゃあ、それでは、早速、作ってみたいと、思います。今日はね、ちょっとキャベツをね、ちょっと雑にちょっと太めに、こう乱切りにしました。千切り。もう大胆にドカーッと、ドカーッと、まあこうしてる間もね、うちのねお姉ちゃんのピケ、がね、いつもねこういう体勢でいてるんですよ。いつもねこういう体勢で待ってるんですよ。っていうのはここにね、外に餌あるんですよ。ね。あ、行きましたか。まあちょっと今怒って行きましたけど、外に餌あるんですよ。でね、あそこにね、ここにね、まあ、まあ特別としてね、これをね、一回あげたんですよ。それから癖になってね、この特別、一応特別って呼んでるんやけど、これを一日に何回も食べさせてくれって、ちょっとずつ入れてるんですけどね。ほんで外の餌食べないんですよ。贅沢なやつやわ。さあ、このニンニクをね、こういうね、スライスをニンニク。ああ、ニンニクのいい香りするわ。お醤油大さじ2杯でーす。
はい。そしてウスターソース、ウスターソース大さじ4杯でーす。2、3、4ということでございますね。これを混ぜるということでございます。まずはね、この油のところこう筋を入れてちょっとねここを切っていくんですよ。こういう風にね、こういう風にそれ火が通りやすくねなるように。はい。そして蓋もこういう風に切っていきまーす。はい。こういう風にね火が通りやすくなるように。そしてちょっと叩いておきましょう。そして、ブラックペッパーです。はい。ソースと醤油を混ぜて、そしてニンニク、バターに、そしてトンテキ。はーい。さあ、あとはですね、ニンニクを炒めてですね、まずはニンニクを炒めてから、どけて。そしてその残ったので、トンテキを焼いて、そんで焼いた残りで、それでソースを作っていくという感じでございます。それでは、早速、焼きましょう。まあね、男の料理って言うたらもう焼くか。うん、まあ、炒めるか。焼くか炒めるかも一緒か。まあ大体焼くと煮るっていうのはちょっとね、なかなかいろいろこう、調味料がややこしくて、なかなか難しい。もう焼くっていうのは一番簡単な料理やと思いますよ。だから、なんだろうな、まあ、一人暮らしの方とかもね、男性の方見てる方多いと思いますけど、まあ結構ね、晩ご飯なんかでも、コンビニで弁当買ってきてとか、それかまあなんかテイクアウトしてくるやつ買ってきてみたいなのがあるけど、まあ家で簡単に作れるっていうのは、こういったまあトンテキとか意外とね、安く上がるし、それでまあちょっとね、豪華な感じもしますけどね、まあ お腹も膨れるという感じでございますね。まあ、そやけど、この、鍋のこの蓋もね、これ100均で買ったんですけど、まあ最近本当に100均、ちょっと舐め取られへんな、みたいな感じやね。まあ皆さんもそれね、痛感してると思いますけど、よう、できた、品物とか100均であるもんね。んで、100均で、ポイントみたいなシールくれるんですよ。ほんで、こう、なんか一枚のものに全部貼ったら、それを、ある品物が安く買えるって、今回は、包丁を、本来、まあ、いくらかする、わからんけど、400円ぐらいで、買えた包丁が、じゃがじゃがこれなんですよ。これ。これ、かっこいいやろ？これ、100均でな、ポイント集めてシール貼って、400円で買ったやつですよ。よう切れんのよ、これが。そういう。まあ、チリソースとかね、それから、豆板醤ね。ほんで、まあ、塩胡椒。で、一味唐辛子、味塩。ほんで、まあ、蜂蜜、そんで、ブラックペッパー。ほんで、ま、昆布だしを使ったりとか、大体これで、ま、料理作ったりしますね。それと、まあまあ、こういう、砂糖、塩、片栗粉、ね。で、こっちは油、みたいな感じでございますよ。実は、お風呂入ってきました。さあ、今から焼くんですが、その前にやっぱ風呂上がりはこれっしょ。まずは、いただきまーす。うまい。よし、ほら早速、やりましょう。
うん、オッケーオッケー。ニンニクの、匂い、ニンニクの匂いで酒が飲めるよ、これ。本当に。感じにきつね色になってきました。それをですね、取り除きまーす。さあ、入れまーす。じゃーん。さあ、出来上がりでございます。ちょっとね、これを刺してみて。うん。十分でございます。さあ、それでは、これを、ジョン。そして、サラ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 。という感じでございます。さあ、それではソース作りでございます。今、トンテキを焼いたこれをそのまま残しまして、そしてソース、ウスターソース大さじ4杯、醤油大さじ2杯を入れまーす。はい。そしてバターも入れまーす。よし、そしてでき上がり。トンテキ出来上がりました。ふう、まずは乾杯。あー、うまい。早速いただきます。お、こういう感じ。やわらかい。うん、最高。で、このキャベツが、うん、うん、うまい。ニンニクと一緒にいただきます。うん、最高。皆さんもぜひトンテキ作ってください。チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしく。